間1000本のテストを作る編集プロダクションプラドゥーワンです。もう一度学びたい5教科、今回の動画は算数数学チームからです。どうぞ。今回は特殊算の一つである仕事算の求め方をご紹介します。仕事算とは、単位時間あたりの仕事量を比で表して解く問題のことを指します。仕事量の比の求め方です。同じ量の仕事をするとき、1日あたりの仕事量の比は日数の逆比になります。ある仕事をするのに A 一人で丸日、 B 一人で四角日かかるとすると、1日あたりの仕事量の比は丸分の1対四角分の1イコール四角対丸となります。この公式を使って問題を解いてみましょう。ある仕事を完成させるのに A だけですると21日かかり、 B だけですると28日かかります。この仕事を2人で一緒にすると何日で終わりますか？動画を止めて考えてみてください。求められましたか？仕事を完成させるのに A は21日、 B は28日かかるので、全体の仕事量イコール A の1日の仕事量かける21イコール B の1日の仕事量かける28となり、 A の1日の仕事量対 B の1日の仕事量イコール21分の1対28分の1イコール4対3になります。 A と B の1日の仕事量をそれぞれ ÷4、÷3 とすると、全体の仕事量は ÷4×21 イコール ÷84 となり、かかる日数は ÷84÷4+÷3 イコール12日と求まります。それでは次の問題です。ある仕事を完成させるのに A 一人ですると30日、 B と C の2人ですると12日、 A と C の2人ですると20日かかります。この仕事を B 一人ですると何日かかりますか？動画を止めて考えてみてください。求められましたか？今度は A、B と C、 A と C の3つの比を求めます。 A 一人の1日の仕事量かける30イコール B と C の1日の仕事量かける12イコール A と C の1日の仕事量かける20なので、 A 対 B たす C 対 A たす C イコール30分の1対12分の1対20分の1イコール2対5対3となります。 A が1日にする仕事量を ÷2 とすると、全体の仕事量は ÷2×30イコール ÷60、 C が1日にする仕事量は ÷3×÷2イコール ÷1、 B が1日にする仕事量は ÷5×÷1イコール ÷4。 よってこの仕事を B 一人でするときにかかる日数は ÷60÷4 イコール15日となります。ご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？今回の動画が面白かった、ためになったなと思った方はコメント、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。